続けるわよ。パワーアップ。そら実力の差ってやつよ。やるじゃないの。
私にやれるの。これで、はい、力を感じる。えい、
まずだよ。私に任せといて。さあ、行きなさい。へい。へい。そのまま続けるわよ。パワーアップ。
Thank you.
私に任せといて。さあ、行きなさい。えい。時間の無駄だね。Thank you.
フライヤー。さらに行くわよ。
し、やったぜ。やるじゃないの。ここで最後か。この水槽の中にあるのってヒューネクリスタル。ご名答。さすがはベータ純血。相変わらずの頭脳明晰っぷりだな。まさかそんなはずは。だってあのシルバープレートの時に倒したはず。ようこそ諸君、俺の研究工房へ。また会えて嬉しいぜ。生きてよかったのか。残念だったな。俺はそう簡単には死なないぜ。生きようとする強い意志があるからな。お前の目的は何だ。ここでレーバタイルに何をしているんだ。前にも言ったはずだ。レーバテイルの強化の研究だ。次世代レーバテイルのな。次世代レーバテイルだって。そう、次世代。今のレーバテイルなんてクソのように思えてくるぜ。人間の言うことを従順にこなし、力だって数倍になる。負けに寝ない、食わない。狂ってる。そんなのレーバテイルでも何でもない、ただの人形だ。何を言わせる。今のレーバテイルだってただの人形だろ。何だと。おお、こんなやる気だ。面白い。俺もお前だけは自分の手で倒したかったんだ。お前ら、やっちまいな。やるじゃねえか。やはり俺が自ら出ねえと話にならねえってか。待って。社長。お前は。世の建物で世のいない間に随分な状況になっておるな。くそ、さすがにこれは分が悪い。今度こそダメかも。なぜお前たちはレーバテイルにこんなことをする。なぜだと。世にも分からん。は？剣を収められよ。お主たちには危害は加えない。用があるのはお前だ、ボルド。
死んだはずのお前がなぜここにいる。そしてこの施設は一体何だ。このような施設図面にはなかった。さらに六角板の下に落ちていたこの文書、レーバテイルによる人体実験の報告書。貴様、禁忌を犯したな。残念だったな。死の淵から頑張って這い上がってきたのにな。最後に言うことはないか。最後だって。綾乃さんよ、あんたには冒険者時代から随分と世話になったな。電波に在籍してから俺は遺跡探索中にすげえものを見つけちまったんだよ。金とか権力とかそんなものを超越した力をな。それ以来俺はそれの虜だった。そして今、機は熟した。何のわけのわからないことを言っている。気づいた時にはいつも遅すぎるもんだ。すでに天パやら教会やらの時代は終わりを告げつつある。どういうことだ。ついに復活するぜ、ミュールさんがよ。ミュールだって。この問題を根本から解決するには歌による母体の封印が必要。その母体、母なるウイルスの名をミュールと言う。ミュール、どこかで聞いたような。なあ、よしかし、そんなことは俺にとってはどうでもいいこと。ミュールさえ復活しちまえば電波とか教会とか面倒くせえもんはなくなるからな。ミュール、なんだそのミュールというのは。まずい、ボルドを止めないと。遅い。まずはその不要なクリスタルを潰してやれ。証拠隠滅させるか。ライダー、すでに時は回り始めた。これからは俺様の時代だ。せいぜい苦しまずに死ねる場所を探しておくんだな。逃がしたか。大丈夫だ。それよりクリスタルは。ライナー殿だったかな。すまなかった。知らなかったとはいえ、元我が部下のしでかしたこと。せめてもの罪滅ぼしというわけでもないが、先のボルドの発言、ミュールとやらに関しても全面的な協力を約束しよう。ならばミシャの体を元に戻してください。あの水槽に浮いているクリスタルはもともとミシャの中にあったものなんです。なるほどね。協力したいのは山々なのだが、よもこのフロア初めてだ。この施設のこともさっぱりわからん。この施設、僕の方で何とかできるかも。本当か。うん、多分これダイブシステム。現行モデルとの違いはレーバテイルに物質を出し入れできることだって。それで歌をクリスタルにしたのか。その気になればいつでも試すことはできるよ。準備ができたら言って。
どうする？クリスタルを元に戻すか？ボルドがどんなやり方で分離したのか僕にはわからない。だから戻る保証もない。それでもやる？ああ、当然だ。医者は私はもうずっと前から覚悟はできてる。ねえライナー、私の姿が変わっても本当に嫌いにならないで。ああ、こんなちびっこくない。分かってる。ぺったんこじゃないの？なんだそれ。いいの、分からなければいい。とにかくこれからもずっと一緒にいてください。こちらこそよろしくな。それじゃ準備するからこっちに来て。行くよ。一極と二極点火、臨界もスペクトラの補正。次に波動の成分を除去して、なんだって？そうか、船ってもしかしてミシャの封印された歌の記憶だったのか。早く行ってみましょうよ。船が来たわ。よかったなミシャ、4年もの間ずっと待ってた甲斐があったな。本当にこれで私はいつでも自分の故郷に帰れます。それじゃあ、もうここからはいなくなるのか？いいえ、ずっといるわよ。私の故郷は船の中ですもの。でもね、もうここに縛られることはなくなったわ。だから私もライナーに自分の力を貸してあげることができるようになったの。それってライナー、私を使ってくださいね。4年ぶりにミシャが一つに戻れたわ。ライナー、ありがとう。これからもミシャをよろしくね。あれ？ここは私、歌が紡げる。歌が心の中に戻ったのね。体もな、見ないうちに随分綺麗になってたんだなミシャ。アルニありがとう。こんなことなら兄貴面なんてしてねえで、もっとかっこいいところ見せておくんだったぜ。ドアホ、でも本当にびっくりした。とてもどっこい定食掛け合ってた相手とは思えない。そう？でも残念でした。ちゃんと数覚えてるからね。本当に中身は全然変わってないんだね。がっかりするほどに。なんですって？ほらほら、僕と喧嘩してる暇があったらそこの彼からも一言もらったら。え？ちょっと、そんなこと急に。はずお前もどんくさいな。なんか言ってやれよ。え、何かって言っても、俺コスモスフィアで今のミシャの姿ずっと見てきてるし、今さらなあ。
そう。ミシャ。よくわかったわよ。ちょっと待て。なんか怒ってないか？ライナーなんか知らない。やれやれ、一難去ってまた一難だな。それよりボルドを追いかけるのであろう。そうだ、早くあいつを、ミュール復活を止めないと。役に立つかは分からんが、これを持っていけ。とりあえずの礼だ。それはいいんですか？ありがとうございます。礼には及ばんよ。余が昔使ってた剣だ。名剣だぞ。使っていた？あなたは一体。今はしがない冒険好き社長だ。とうの昔に引退しておる。さあ急げ。すまねえ、俺あんたを誤解していたようだ。また会おう。いろいろとありがとうございました。この剣大切に使います。どうしたミシャ。社長、私ごめんなさい。気にするな。よとてボルドの嘘を見抜けなかったのだ。苦労をかけたな。別に好きでテンパに来ていたわけではないのだろう。嫌なものを無理やり押し込めたりはせぬ。これからは自由に生きろ。はい。ミッシャ、とても美しいぞ。さて後始末。相当骨が折れるな、これは。機は熟した。我らはいよいよ念願の聖女を迎えることができるだろう。我らが女神復活の時だ。だが聖地使徒の祭壇は邪教の徒によって不当にも占拠されてしまっている。将軍、エレミア三王神に魂を捧げた騎士たちよ、寛容さを見せる時は終わった。今こそ君らの力をもって聖地を奪回し、聖女女神を現世に呼び返すのだ。進め騎士たちよ、進め。我らのもとに聖地使徒の祭壇を取り戻すために。とにかく飛空艇に乗ってネモまで行こう。ゴールドのやつまだ何かやらかしてなければいいが。